はい、えー、いつもご視聴ありがとうございます、えー。今回ですね、あの、よくですね、あの、ぼーっとすると、あの、いいっていうね。もう、できるだけ、ぼーっとしてくださいって。ぼーっと生きる。あの、あ、そうそうそう、なんか、ぼーっと生きてんじゃねえよっていうのはあれ、あるんですけど、なんか聞いたことあるんですけど、えー、それは嘘ですね、嘘。ね。うん。 ぼーっとした方がいいって言うとね。うん。だから、あのー、あそうそうそう。だからね、あの、スマホのゲーム、ゲームは本当になんか、うん。まあ、いい面もいっぱいあると思うんですけど、うん。いい面もいっぱいあると思うんですけど、そればっかりずっとやるのは、あまり、まあ、よろしくないというかですね、これが、なんか、うのが働かなくなるっていう。 話があるんですよね、うんえー、だから、まあ、そういうのはねもういろんな人の話聞いてですねあの、うん、ちょっとねあの、えー、まあそう,そういう情報だけじゃなくてね、まあ、いろんな情報ですねもう情報がねあの本当にいっぱい教えてくれてるのでですね、えー、あそうだぜ息を治す方法をちょっと調べたいなと思うんですけどね なんかね、ぜ、うん喘息だからっていう、うん、なんかコメントを前いただいたんで、私はそんなことは言ってないのでね、うん。言ってませんのでね、うん。何にも調べない日っていうことですよね、うん。何でもいいんですよ、ね。自分の好きなことね。うん。調べればね、いろいろね、結局ね、あの、いろんなことにたどり着くじゃないですか。 だから私は通貨発行権ってずっともう長いこと言ってるんですけどね、えー、お金っていうものでね、支配されてるんですよ。だからお金っていうものを考えた人ってね、うん、そういうものに載ってますしね、うん、ほんとねあの、このページにも書いてあるしね、そもそも金っていうものにね、価値があるっていうのがそれがね、それは あるかもしれないけど、それがない人にはないから、うん。うん。金なんかいらないしね。うん。うん。別にいらない。もうん。これ以上お金いらないんで、えー、どんどん溜まっていくから、うん。うん。あのうん。えー、そういうことなんだ。だからぼーっとした方がいいっていうですね。え話があるんですよ、いっぱい。うん。それだけじゃないですよ。それだけじゃないですよ。うん。 えー、だから最近言ってるのは、ほら、あの、何でしたっけ、ほら、ねあの、自然の法則チャンネルね、自然の法則、健吾先生のね、ああいうのとかね、あとは、あの、長次元ライブっていうのは見なくていいと思うんですよ、うん、私はね。あれ見るとね、反発心がね、起きるって人もいるから、えっ、ー、と、南アシュタルレディオがいいと思いますね、うん。あと、まあ、いろいろね、うんうん。スピリチュアルでもね、あの、うん。 うん、あのいい人いると思うんですよね。ただね、工学セミナーってね、そういう行く必要ないからね、うん、大体、うそういう人たちもいっぱい聞いてればね、あの <laughs> あの全部、うん、言ってくれてるから、無料でね。うん、あと、オンラインサロンとかね、あの入んなくていいと思いますよ、私はね。うんうん、で私はこう発信してますけど、お金とかいらないし、何にもいらないのでね。 逆にね、逆にね、あの、私の相手をしてもらいたいぐらいなんでね <laughs>、暇人でね、ええ、ね、遊んでください。もう一人ぼっちなもんですからね。うん。うん。だからね、もう損得なしの関係でね、もう損得なし、もう、もう損得なしの関係を求めてんですよ、私はね。うん。ずっとね、長いこと。だから地球のすべての物質はですね、地球のすべての物質、う。ん これはもう素粒子っていう言葉が一番あの最小単位の粒と言われてるみたいですけれどもその最小単位の粒まで誰のものでもないわけですね。そして人間なんていうのはもうほとんどばい菌でできてたり水ですよね。人間なんてほとんど水なんですよ。うん、だから水同士戦い合ってんですね。うん、水同士戦い合ってんですよ。 でその水とか、えー、この肉体とかね、えー、そういうものをまた量子力学っていうかね量子コンピューターとかそういうので分析していくと、うん、あの最小単位の粒っていうのは17種類らしいのでこれは分からないませんけどね,、えーはい、ねこれをずっと言ってきたんですけどね、はいえー、だからねワンネスっていう言葉が出てくるんですよワンネスってね、えー 全部ね、みんな同じ存在なんだってね、これは多くの人がね、もう言ってますのでね、うん。うん、多分そうなんでしょう。うん。別にそんなこと信じる必要もないですしね、うん。何にも信じなくていいんですけど、うん。あの、いろいろね、調べた方がいいと思うわけですね。だからこれやってるんでね。うん。だから喘息なら喘息治直す方法ね。うん。調べればいいんですよ。うん。必ず乗ってるはずだから。うん。 食べ物はこういうのがいいですよとかね、もういっぱいやってる人いいんだからね、うん、いるじゃないですか、ね、うん、だからいいんですよ、うん、だからあの、うん、あのスマホのゲームはね、それはねあの、スピードっていうのがね、私はすごいいいなとは思うんですね、スピードね。うん、だけどスピードだけじゃなくて、やっぱりぼーっとする、ね、時間がですね、これはやっぱりね、うん やっぱりね、ぼーっとするといいみたいですよ。特にね、女性の方ね、うんあの、お化粧とかやめてね、<laughs> お化粧とかやめてね、今日の会のタイトルはね、お風呂にね、私は2回から4回ぐらい入った方がいいと思いますね、毎日ね。うん、そしてこの前、録音しましたけど、昼寝は2時間から3時間した方がいいと思いますね。うん、どんな人もね、うん。特に子供はね、 だから子供にですね、ぼーっとさせてあげてくださいってね。うん、この子供がぼーっとしてる間に、えー、いろんなことが働いてるんですよ。だからそういうこともね、何にも調べないでね、勉強しろよとかね。うん、もう本当にね、もう時代遅れすぎて、うん、あの、全然本当にですねべん、子供に勉強しろよなんて言ってる人はね、もう本当に無知のね、 バカ親でしかないと思いますよ、うん。本当にね、いろんな情報をね、取りに行ってね、えー、子供はほっとけばいいんですよ。ね、一番好きなことやらせてね。うんうん、だけど、まあ、ゲーム、ゲームね、うん。まあ、ゲームはちょっと制限した方がいいような気まあでもわかんないね。それもね、それもわかんないですね。わ、うん、かんない。うん、私は何もわからない。うん、ただ、うん ただ、情報は取った方がいいと思いますね。いろいろね。うん、でお風呂は2回から4回入った方がいいと思いますね。4回入るとね、あそこがぼーっとしますよね <laughs>、うんで。昼寝もいいですよね。うん、で昼寝を、昼寝、うん、今日は私昼寝しなかったんですけど、やっぱもう、うん、昼寝幸せじゃないですかね。幸せを感じるじゃないですか。うん ねうん、幸せになるために人間っていうのはいるわけですからね人間だけじゃなくてねだからみんなにゃんこさんとねワンちゃんがいるんじゃないですか幸せになりたいからねワンちゃんとにゃんこさんいればねもうそれだけでもなんかもう本当に幸せっていうかねうんね全然違うと思うんですようんということでね話が止まんないのでこれぐらいではいどうもすいませんでした失礼します